アニー・ジラルドはフランス・パリ出身の女優。誕生名はアニース・スザンヌ・ジュー・エラード。プロデビューは1954年パリのフランス国立高等演劇学校を卒業後、コメディ・フランセーズの舞台に立った時である。彼女は劇団に1957年まで残り、出演の合間にはテレビやラジオ、パリのナイトクラブへの出演も行っていた。 映画には1955年にデビュー、暗黒外での不審な悪女を演じることが多かった。1956年、シュザンヌ・ビアンケッティ賞を受賞。彼女のイメージが変わるのは1960年、出演したルキノ・ビスコンティ監督の若者のすべてからである。この作品で共演したレナート・サルバトリと結婚し、死別するまで一緒だった。60年代初めには、 ビスコンティア・マルコ・フェレーリ監督のイタリア映画の作品に出演。60年代後半は、ルルーシュ作品に出演するが、70年代は彼女より、若いイザベル・アジャーニなどの新人の母親役として活躍した。だが、60年代、70年代でもコメディ・フランセーズの経験をもとに、コメディ映画にも出演している。多数の映画に出演しているが、 日本未公開作品が多い。2011年2月28日、アルツハイマー病のため、パリ市内の病院で死去。79歳没。ありがとうございます。